はい、皆さんおはようございます。はい、朝ですね。今5時50分ぐらいですね。もうめっちゃドスッピン、メガネのドスッピンで申し訳ないんですけれども、はい、今日はね病院に行くんですよ。病院に。はい、なので今日はねそんな一日の様子を動画にしようと思います。もう超眠いで、今日はねお腹のエコーを取るので朝からね絶飲食なんですよ、検査が終わるまで。はい、なのでお水すら飲めませんはい、そうで、あとねこれから準備していくんだけど、歯磨きが一応なんかお水がちょっと入るの怖いから、口ゆすぐ時とか昨日のね夜寝る直前にめちゃめちゃ歯磨いておきました。はい、なのでちょっとね歯磨きの過程はないんですけど、汚いって思わないでくださいお家帰ったらやります。はい、病院終わったらね。はい、ということでじゃあやっていきます。準備じゃあ。はい、ではお化粧をしていきます。化粧してる間にね前髪がくるんってなるようにね前髪カーラーで前髪巻いて、でこれがクッションファンデですね。と下地はねラロシュポゼのやつで塗って、その上からファンデーションを塗ります。でコンシーラーもちょっと塗ったんですけど、で結構端折ってますね、メイクの中で。でこれアイシャドウですね。アイシャドウはジル・スチュアートのやつです。でアイラインね、怖っ、自分の顔こんな感じで引いてるんですね。ね、アイライン引くの苦手なんだよな。でチーク塗って、はい、チークも重要なパーツですね、メイクする上では。でそれからね、これは本当に必須、シェーディングとハイライト。はい、そう、鼻がねもうねニンニクっ鼻なんで、もうね鼻の穴も大きいし、もう極力ちっちゃく見せるようにシェーディングは必須でございます。で最後はねリップ塗って、まあ簡単ですけどメイク完成です。はい、終わりました。化粧とあと髪のセットとかもろもろやってきて、はい、で今がね6時40分だから結構早く準備終わっちゃったんですけど、まあ出発までゆっくり待とうかなと思います。夫がね病院まで送ってくれるんで。はい、髪がな本当アイロンでさ髪巻くの結構苦手でさ、なんかあんまりなんか外跳ねすると顔の大きさとかが膨張されちゃうから、あんまりね外跳ねしないようにしてるんですけど、なかなかに今日は決まらない日でございますね。はい、ということでね、病院に行く時この大きいバッグを持ってくんですけど、ミッフィーちゃんの。はい、で何が入ってるかねちょっと時間があるので紹介しようと思います。机の上が汚い申し訳ない、机の上が汚い。まあ、病院関係の資料とか、あとは保険証とか、なんか高額療養費の制度の紙とかは持っていかなきゃいけないし、ちょっと個人情報なのでお見せできないんですけど、あとはこれスマホのバッテリー。はい、まあそんなに何時間も外出するわけじゃないから、いらないと言っちゃいらないんですけど、まあ一応持ってくって感じで。であと今日の朝からね絶飲食だったので、このサプリとあとお薬は終わったら飲もうと思います。あとはこれか、化粧ポーチLINE のなんだっけ、ブラウンだっけのポーチに化粧品が少し入ってます。まあ言うてこれぐらいかな、コンパクト。これエレガンスのパウダーですね。あとこれアルコールの消毒のスプレー。はい、3COINSとかでさこういうの売っててさ、なんかいいなって思って買いました。まあ気になる時シュシュシュってね手消毒できるから。であとこれあと紙のゴム、なんかまとめなきゃいけない時とかに一応いつも入れてます、紙ゴムと。あとねリップはねもう塗っちゃったし落ちないやつだから多分塗り直さなくていいかなって思うんですけど、一応ねいつもポーチの中にはこれ草のリップ、これがいつも入ってます。何かあった時にねさって落落ちてねちょっとだらしなくなっちゃった時とかには塗れるからいいかなって感じで、はい。これもうずっと使ってる、これ筆記用具です。これ筆箱、これドナルドの筆箱なんだけどね、これもう何年ぐらい一緒なんだろう。ずっと一緒に、もう10年はいないか。でもまあそれぐらい一緒にいるぐらいね、もうだいぶこう動画に映すとね白いんですけどもだいぶ黒くなってます、かわいそうに筆記用具と、あとこれねお財布、これもずっと使ってるのはお財布、これねサマンサタバサのなんですけど、そろそろ買い直したいと思いながらもね、この色とね、こうなんかリボンのここのワンポイントがね可愛くってなかなか手放せないそれからあとまあなんか動画撮ろうかな、外で動画撮ろうかなって時にこれ三脚ですね。これね便利なんですよ。これはねスマホのカチャってスマホはめるやつなんでね、これ取れるんですけど、これ自体はね三脚自体はかなりコンパクトで、でもね足がこう2段階伸びてくれるから高さ調節もしっかりできるっていうね、そうなんかストラップみたいな感じでぶら下げておけるし、かなり便利な携帯型の三脚です。はい、こんなもんかな。はい、ちょっと今ね夫がねコンビニに行ってるんですけど、私さ家出る時にさマスク忘れてさ、もうちょっと家から車までのほんの 10m、20m ぐらいの距離だったんですけどあーって思って、そうでなんかカバンの中にさなんかストック入れたかなって思って見てみてもなくって、そうだから今ねコンビニに買いに行ってくれてます。やっちまったマジで。まあね外だったから他の人との接触はなかったからよかったんですけどいやもう朝からもう夫と普通にね話しながらね玄関行ってね外に出たんですけど、全然気づかなかった。もうダメだね、ちょっと気を引き締めていかないと。さっきね採血が終わって、でこれからエコーなんですけど、今日はね朝採血でエコーで先生の問診って感じです。はい、人が通ったからちょっとびっくりしちゃったちょっとね今ね待ち時間です。いや採血久しぶりにやったんですけど痛かったはい、検査終わりました。いや異常なしでした、よかった。はい、ちょっとお腹が空いてるので今からお会計してね何か買って食べて帰ろうと思います。朝から絶飲食だったので、これからねちょっと病院の、フリースペースみたいなところなんですけれども、そこでご飯を食べます。でお茶を飲んでですね、ちょっとサプリと薬飲み損ねたのでそれは飲みまして、でご飯ねからし明太子のおにぎりとあとはサンドイッチを食べました。はい、ちょっと病院の時はねちょっと食べていいやろっていうことで、ちょっと炭水化物のオンパレードとね、これがめっちゃ美味しかったルマンドチョコのね、周りがビターチョコかかってるタイプですね。これめっちゃおすすめです。美味しい美味しい。はい、病院から帰ってきました。いや超疲れた、ほんと疲れたわ。もう3ヶ月ぶりぐらいかな、3ヶ月ぶりぐらいに病院行ってきたんですけど、今日はねエコーをやったんですよ。ちょっと話聞いてくれます？はい、朝採血してで、その後エコーのお部屋まで行ってで普通に検査してきたんですけど、エコーの検査って20〜30分ぐらいかかるんですよ。結構長いの。検査内容としてはお腹にねなんかジェルみたいなのを塗って、でなんか機械をお腹に当てて、でなんか画像なんかあれなんだっけ、放射線じゃなくって超音波をなんかお腹に当てて、でなんかその跳ね返りか何かからなんか画像を撮るみたいなんだけど、ちょっと詳しいことはちょっとわからないので気になる方は調べてください。でね最初結構若めの女性の技師さんが私の担当してくれたんですよ。それでなんかねその方がずっと検査してくれてて、でなんかしばらくしたらねなんかちょっと確認してきますねって言われて、で席外されたんですよ。でその間なんか私もさお腹出しっぱだからさペロンってもうなんかお部屋そんな寒いわけではなかったんだけどなんかどんどんお腹が冷えてきてやばいトイレ行きたいみたいなそんな感じになってたの。でそれでなんかしばらくしたらなんかその女性の技師さんプラスなんか少しなんかベテランめのまあそんななんかお年はいかれてないんだけどまあ30後半とか40前半ぐらいのねなんかちょっと先輩ですよみたいな感じに男の方が来たの。で、なんかその女性の技師さんと変わってね。で、なんか私のお腹の検査始めたの。で、もうその時点でさ、なんかやばいの見つかったんじゃないかってめっちゃ不安になって、私の中で。なんか2、30分の検査時間ももしかして何か見つかったからじゃないかとか、すごいなんかもうモヤモヤしちゃって、もうブルブルですよ。なんかこの、検査が終わったらね、じゃあ次はちょっと先生の問診なんでみたいな感じで動画撮ろうかなって思ったんですけどね、なんかもうその気もなくなっちゃってもう怖くて怖くてで、それでまあ検査が終わったんすよ。でそのままね先生の問診までねもうガクブルですよ。待ってたわけですよ。もう先生と会うのも久しぶりだからねなんか何もないだろうって高をくくってたからさめっちゃ、まあ、先生に会うの久しぶりだしちょっと楽しみやなみたいな感じでねワクワクするつもりだったのがもうガクガクブルブルしちゃって私はなんかもうめっちゃ泣きそうで。でなんか先生に呼ばれてでお部屋の中入ってね、まあ、先生の問診始まったんですよ。でそしたらなんか普通になんか雑談みたいな「元気?」みたいな「ちゃんとご飯食べれてます?」みたいな感じでね聞かれて、ね「あ大丈夫です」みたいな「めっちゃ元気ですめっちゃ食べてます」みたいな感じのこと言ってて、まあ、先生自身はなんかそんなフランクな感じじゃなくてなんか皆さんが思い浮かぶ感じはなんかお医者さんみたいななんか真面目でしっかりしててみたいなそんな感じの先生なんだけどでも、まあ、優しくてねめっちゃ好きな先生なんですけど。私そうそれでねさらっとね「ああ今回もね全然異常なしだったんで」みたいな感じのこと言って「えみたいな「そうえ先生さっき栄光取ってきたんですけど」って「ああ問題なかったですよ」みたいな「全然大丈夫です」みたいなこと言われて「よかった」ってそうもう先生の前でもうめっちゃ泣きそうになって「いやよかったです」みたいななんか先生びっくりして「どうしたの?」みたいな感じの顔したから「いやなんか最初検査技師の方お一人で見られてたんですけどなんか後からなんかもう一人なんかベテランっぽい感じの方が追加で見られてみたいな何かあったんじゃないかって不安になってみたいなことを言ったら「ああなんか胃の手術するとちょっと中が見えづらくなるんで」みたいな「だからすごい丁寧に見てくれたんだと思いますよ」みたいなことをねおっしゃっててよかったっていうということで異常なしでした。今回もやったーまた3ヶ月生き延びました。はいそう次はねまた大体3ヶ月後ぐらいにまた CT のね検査があるんですけど、はい、またまあこれから3ヶ月は、まあ、体にねなんか不調がない限りは元気に過ごせるかなっていう感じですよかった。そう薬もねあごめんちょっとマイクがちょっとザラザラしちゃったら申し訳ないんですけど、薬もねまあ胃薬と、まあ、今まではなんか胃薬だけ飲んでたんですけどこの前まではちょっとやっぱり、ね、貧血の症状がやっぱあるっていうのでね鉄剤を今回処方してもらったんで、はいまあ、薬2つ飲むことになるんですけどでももう全然はいいやもうねもう健康には変えがたいよ本当にやっぱりなんか日頃の運動とかさ体に気を使うっていうのはやっぱり病気になってからねしっかり見つめるきっかけになったんでダイエットとかもね、まあ、引き続きダイエットとかしながら運動しながらちょっとね頑張っていこうと思います。まあ言うて運動はまあ1日に30分ぐらいですけれどもねはい。で、病院から帰ってきたんでこれからなんですけど動画ねちょっと撮らなきゃいけないんですよね。今日投稿する実写の動画ダイエット Vlog の方のやつを1本撮らなきゃいけなくってでまあ編集もやんなきゃいけないんだけどまあ大体編集の8割ぐらいはねもう昨日の時点で終わらせてるのではい動画撮って編集を少しして投稿してっていう感じになります。はいということでじゃあ次動画投稿じゃない動画の撮影をやります。